scanning. Thank you for shopping.ただいま。じゃじゃーん。歯医者でガチャガチャさせて最後に急遽歯医者行くことになったんだけど、うん、なんでかっていうと今日おやつに、うん、グミを食べとったら、うん、詰め物が取れました。あのコツコのグミ、あ、ウェルチやんな。ウェルチ食べとったらね、取れた、うん、詰め物が取れたって。おかしくない？銀歯が取れたの？そう、詰め物って言うでしょ、銀歯。銀歯だろ。それで、すぐ電話して、おリリちゃんのさ、なんか幼稚園のお友達が行っとる歯医者なのね、うん、で日本人のご夫婦がされてて、うん、歯医者さん、旦那さんが歯医者で奥さんが歯科衛生士でね、おなんとなんと、お治療はしてません。どういうこと？銀歯は外れたまま。銀歯は外れても大丈夫ってどういう意味？銀歯って何の意味だったの？それはね、うん、なんで治療しなくてよくなったっていうとね、実はあの下から歯が生えてきてた。銀歯が入ってた歯の下から、うん、大人の歯が生えてきてた。あ、そうなの？だから治療しても結局抜けるから 2,3 週間ぐらいで。あ、そうなの？もうそれぐらいも見えてた。じゃあ何、あのアスファルトから草が生えるかのように銀歯のちょっと浮いて、いや待ってよ、本当にアスファルトのさ、あのさ、うん、こうやって突き出すの？そう。いや初めて知った。雑草って強いんだよっていう感じで銀歯のところを、だから銀歯を押してたってことかな。ちょうど銀歯押してたから、ママもちゃんと見てあげてなかったからさ、気づかんかったんだ、うん、でもなんかさ、アメリカの歯医者さんはさ、こうなんか、うん、こうカメラ、細長いカメラをこうやって当ててさ、うん、見てくれるやんな、うん、見せてくれんの、そうやって、うん、こうなってますよ、今、うんうんうん、なんかおいで。そしたら本当に見えてて、下に、うん、その歯から、うん、これ何？じゃあでも治療しなくてもういいって、他の歯も見てくれたけど、そしたら上の歯にまた虫歯があるって。でもその虫歯もやっぱ抜ける歯だもんで、うん、治療しんでいいかもしれんって言ってくれて、うん、結局何もしてない。レントゲンは撮ってないよ。イエーイ。だでもレントゲンなしでもこうやって見れるもん、こうやって。あ、それこっちのやっぱアメリカの歯医者は進んどるなって思う。だから日本だとさ、ポイント稼げないけどさ、まずさレントゲン撮ってさ、今日行ったとこはレントゲン取らなかったの？それじゃない、お金はどうだったの？払わんでよかった。ただだって何もしてないからね。ガチャガチャまだよ。今日はいらないよって言ってくれて、あ、そうなんですか、なんですいませんって言って、なんでまだ足りないんだ。じゃあもう治療しないから、そう治療し、そうやっぱりダメなんじゃない、なんかやらないと、この見るだけじゃ、うん、じゃあ今日本当に何もなく行って帰ってきて、これ何ガチャガチャもさせてもらって、何もう虫歯になっても大丈夫みたいな感じじゃん。違うよ、その歯はね。だからちゃんと歯にならないとダメなんだ。そう、でも綺麗に清潔にしといたら虫歯の進行は遅いから、うん、歯をちゃんと磨いてくれとったらええよって言っとった。そうだね、今日はちゃんと磨かなきゃいけない。いつも磨いとるし、いいか。だって歯ちゃんの歯の磨き方が20秒やん。これから気をつけるんかな。朝も磨いときね、虫歯の進行を遅くするから。歯ちゃんだって歯磨くの20秒やん。シャ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 、終わりやん。パパいつも思う。こうピンポイントでこうやってさ、歯の間とかさ、歯茎と歯の間にしとったらさ、別にいいと思うけど、たまに30秒だけどな。たまに40秒だけどな。今日もだってちゃんと歯医者行く前に歯磨いといたしな、うん、そしたら綺麗にしてくれてきたねって言ってくれとったよ。こっちの人は歯磨きせずに行くんやろ、うん、じゃあ、あの片方が 100% で片方がさ違うの、これはアップルが初めてなの。それ以外は一緒なの。いいかな、飲みたいリもなんかし始めて、そういうのでは、どうぞ。ジュリー出るから気をつけてよ。おいしい？おいしくない。なんでおいしくないの？おいしいでしょ。ニーニーたちが手届くとこに置いて、じゃあやらんと。ママ取ってって言ってくる。ちょうだい、やっぱり。ママが作ったささみ、玉ねぎ、スパゲッティ、何風味かっていうと、マヨネーズと醤油と鰹節を混ぜて、パスタの茹で汁でちょっと水で溶いたのよ。そう、ちょっと味濃いかもしれない。おいしい。味濃いからめっちゃ初め食べた、そのささみとか苦手やの、ね、これ
じゃあリリちゃんのカプセル持ってきて車の中。じゃあ海だ海だ。開けれないけど触るのがいい。開けたから。これに。ここさ1年前さ、ちゃちゃ今日いた歯医者さん1年前にケンタッキーから引っ越してきたんやって。うん。で、そしたらな、その奥さんが衛生士さんなんやけどさ、うん、その奥さんはさ、名古屋なんやって出身が。あらま。愛ちゃんどっから来たんですかって言われて、愛知ですって言って、うん、でも奥さんなんか関西弁っぽいですよねって私に言われて、うん、あ、私あの三重県なんですよって言って、うん、で、そしたら、どっちかが津の出身なんだって。また津の出身で言われあ、でもお父さんか、お母さんかどっちか忘れたけど、あ、そうなんです、でも私は全然関西弁じゃないんですけどねって言ってた。ライトハウスをもらってきたけどさ、ああ、日本から海外に出とる日本人が結構やっぱ増えてきとるらしくてさ、別にアメリカじゃ関係なく、でもアメリカにももう結構何十万人って言われて、40万人か50万人ぐらい、鳥取県の人口と変わらんじゃないかみたいな。日本から出稼ぎに出るの、その日本じゃだって時給800円だけど、うん、アメリカ行ったら時給。あーちゃん、今日のその塾どうだった？楽しかった？ちゃんと勉強になった？私いつも思うけどさ、発音でめっちゃ難しいのさ、女の子っていうガールめっちゃ難しくない？違うよ、ちゃんとネイティブの人のガールはさ、日本人じゃ発音できやんガールなんだって。アメリカ英語とか、そう、難しい発音が。ガール、うん、でもガールって言ってないんだって。ガール、これなんか言えやんやつ、日本人が難しいよ。あと他も思ったのがあった、もう一個思ったのがあったけど、初めてなんか言うのに難しい。 Seriously って言うやつ。 Seriously って言うの。あ、You're serious って言うやつ。それ難しい。でも難しい。 You're serious って言うの感じやん。オーストラリアとさ、あのさ、イギリス他ある？でも公用語が英語のところはいっぱいある。公用語って？国の言葉。うん、食べれるよ。みんなでこの言葉を使いましょうっていうことは、うん、が英語のところっていうのが多いよ。例えばインドとか。インド？インドは英語も使うの。カナダも英語を使うの。じゃあ結構多いね。うん、英語。だからやっぱり英語がさ、あのさ、結構有名なの。そう、英語が使えれば大体いい。でも第一公用語かどうかでさ、ネイティブかどうかで変わってくる。変わってくる。母ちゃんが一番好きなのはサワークリームだね、母ちゃん。そうな、でも最初はバーベキューが好きだったね。そう、でも更新されて一番は今サワークリーム。このちっちゃいリンゴやったらリリちゃん一個食べれるの？うん、その時にさ、もうなんかだいぶさ成長したって思ったのがさ、直接さ歯医者の先生にさ、今日って今から何するんですかって聞くの。今から何すんのじゃなくて、今から何するんですかってちょっと聞く。何の日なの？ええ。じゃあ土曜日、もうね大丈夫。土曜日学校がちゃんと聞いてる。だって外見てバナナ。ちゃんと来るところ。だから普通にいるよ。ちゃんと家の中外で分けてる。そう。だからちゃんと分けてね、早くリンゴ食べたい。やいや、ごめんごめん、切っとるんだけどな。そういうとこが偉いね、ちゃんと親に言われずともさ、リンゴ食べたい、早く。ちゃんとそうやって分かってるのがさ。何で売れるかね。いやな、めっちゃ美味しい。このリンゴ、オパールが好きなの。ネパールが好き。ネパール。何でください。あんた食べやんかったでママにくれたけど、もう一回食べんの？なんでいっぱい分があるんだろう。遠いな。変わったら分かる。あ？何？パパはそっちに行きます。